CDC6600CDC6600 CD は1964年から製造されたコントロールデータコーポレーションの汎用コンピュータ。一般に世界で初めて成功したスーパーコンピュータと言われており、当時の最速のマシンの3倍程度の性能を誇った。1964年に IBM 7030から、 世界最高速の地位を奪い、1969年に後継機 CDC7600 にその地位を譲った。CDC の最初の製品はエンジニアリングリサーチアソシエーツで設計されたマシンに基づいており、シーモアクレイは CDC に移った後にそれをアップデートするよう依頼された。リトルキャラクターと名付けられた実験的なマシンの後で彼らは 最初の商用のトランジスタベースのコンピュータの一つである CDC1604 を発売した。それは当時最も早いマシンの一つでもあった。経営人は脇を良くしてビジネス用途にもっと適合した新しいマシンのシリーズを開発する計画を立てた。例えば新しいマシンでは文字操作命令と記録保持命令を含むことが想定された。 クレイはそのようなプロジェクトに興味を持たず、1604の50倍の性能を持つマシンを開発することを自分の目標とした。今後5年の詳細な計画案の提出を求められた時、彼は5年間の目標を世界で最大のコンピュータを開発するとし、1年ごとの目標をそのための5分の1の作業と書いて提出した。 最初の CDC 本社近くの新しいオフィスにチームを集めると彼らはクレイが1604で使った安いトランジスタの高品質版の実験から作業を開始した。多くの実験の後にゲルマニウムトランジスタでは1604より高速化することは望めないと判明した。実際、経営人が望んでいたビジネスマシンは CDC3600 として形を成し始めており、 クレイラは追い詰められていた。クレイは解決策としてフェアチャイルドが新たに開発したシリコンベースのトランジスタを使うことにした。それはまさに市場に出たばかりで劇的に改善されたスイッチング性能を見せていた。この頃 CDG は創業期を脱して大企業となっていた。クレイは彼が滑稽な管理上の雑事と考えたもののためにますます イライラさせられていた。1962年になると3600がリリース間近となって経営人の希望通りにことが運ぶとクレイと経営人の間の緊張感は最高潮に達した。クレイはついに CDC の CEO ウィリアム・ノリスに事態が変わらなければ会社を辞めるつもりであると告げた。ノリスはクレイを失うには重要すぎると思いクレイの望み通りに 新しい研究所を設立する許可を与えた。クレイは結局、彼の故郷チペワフォールズに戻ると決め、土地を購入し、新しい研究所を開設した。このために、彼の新しいマシンの設計は、かなり大きく遅れてしまったが、新しい研究所での作業が開始されると慎重クは、目覚ましかった。その頃には、新トランジスタは完璧に信頼でき、それを使って組み立てられたモジュールは、 最初の試験で問題なく動作することが多かった。システムアーキテクトであり、隠れた天才と言われたジムソントンと共に作業して、マシンはすぐに形を成してきた。CDC6600 は全部で50台を売り上げた。そのほとんどは1号機を納入したローレンス・リバモア、国立研究所をはじめ核爆弾関連の研究所が購入したが、いくつかは、 大学のコンピューティング関係の研究室が購入した。クレイは直ちに後継機の開発に注力し、CDC7600 として後にリリースされるマシンの性能目標を6600の10倍と定めた。後の CDC サイバー70と170コンピュータは CDC6600 によく似ている。当時の典型的なマシンは、 単一の複雑な中央処理装置を使ってシステム全体を動かす。典型的なプログラムは、まずメモリ中にデータをロードし、それを処理し、結果を書き出す。この一連の処理は様々な命令を必要とし、CPU にかなりの複雑さを要する。複雑な CPU は、CPU の大型化を意味し、それを構成する個々のモジュール間で情報をやり取りする際に、 信号の遅延を導入する必要があった。これらの遅延は性能を抑える要因となり、マシンは信号が次のモジュールに到達する時間を考慮したサイクル時間でしか動作できなかった。クレイは別のアプローチを採用した。当時、CPU は一般に主記憶装置よりも遅かった。例えば、プロセッサが二数の乗算をするのに15サイクルかかったとすると、 メモリアクセスには1サイクルか2サイクルで済んだ。これは、指憶が何もしていない時間が非常に多いことを意味している。6600が抽出したのは、この時間である。6600では CPU が演算も I、O も行うのではなく、CPU は演算だけを行うものとした。これによって CPU は小さくなり、結果としてクロックを高速化することができる。 シリコントランジスタの高速スイッチング性能と相まって、この新しい CPU は容易に当時の最高速を達成したのである。6600はクロック速度100ナノセカンドで動作した。さらに、単純なプロセッサでは、革命例の処理も高速化が容易であった。例えば、CPU は、ほんの3サイクルで乗算を実行することができた。もちろん、単純であるがゆえに、 何でもできるわけではない。様々なタスクを処理するために、典型的な CPU はメモリや入出力を操作する。クレイはこれらの命令を CPU から削除し、代わりに周辺プロセス作群でそれらを実施した。これにより演算と I、O が並列して動作可能になった。もちろん、これを考えなしに実装したら、マシンは劇的に効果になる。 6600の設計の鍵は PP を可能な限り単純にすることであった。PP は単純な12ビットの CDC160A に基づいており、CPU に比較するとずっと遅く、データを集めて専用のハードウェア経由で指揮浴にそれを一気に書き込む。それらの低速性を補うために、6600の PP は重大相当の働きをする。 効果にしないために、次のような設計がなされた。6600の PP は、バレルスロットと呼ばれる。バレルは10台分のレジスタ群を意味する。実際には PP に処理を実行する部分は1個しかなく、スロットはそれを意味する。各スライス時間ごとに、スロットは、バレルのうちの1台分に接続され処理を行う。次のスライスには次の1台の処理を行う。 指揮翼は c p u p p の1、10の速度なので、バレルのうちのある1台に次の順番が回ってきた時に待つ必要はない。プログラムを書くのは若干難しく、CPU が何もしていない時間がないようにタイミングを考慮することで効率化する必要がある。以下では、バレルのうちの一つを一つの PP として説明する。例えば、 一つの PP にテープドライブからデータをロードしてメモリ上の配列に格納させ別の PP にその配列の要素を CPU のレジスタにコピーさせさらに別の PP にそのレジスタと定数の乗算をさせ別の二つの PP が結果をメモリに書き戻してテープに書き戻すといった流れとなる CPU は非常に高速動作していて メモリアクセス1回の間に10サイクル動作する。そのため10個の PP を使い、各 PP はサイクルごとに1回のメモリアクセスが可能であった。6600の CPU の基本は今日我々がリスクと呼んでいるものである。リスクではプロセッサは比較的単純な命令の実行に特化していて、メモリアクセスは決まった制限された形でだけ行う。 多くの他のマシンの考え方は複雑な命令を使うものだった。例えば一つの命令でメモリからオペランドを取り出し、それをレジスタの中の値に加算する。6600においてメモリから値をロードするだけで一つの命令を必要とし、それを加算するには次の命令を必要とする。メモリアクセスは遅いが PP がそれを肩代わりする。この単純化によって プログラマはメモリアクセスに注意しなければならず、彼らは意識的にメモリアクセスをなるべく減らすようなコードを書いた。セントラルプロセッサは、X0 から107まで8個の汎用60ビットレジスタ、A0 から A7 まで8個の18ビットのアドレスレジスタ、B0 から B7 までの8個の18ビットの補助レジスタを持つ。補助的なレジスタはプログラマからは、 アクセスできない。RA およびフロリダといったレジスタはオペレーティングシステムだけが値を設定する。CP は入出力に関する命令を持たず周辺プロセッサ群を使って入出力を行う。リスクのロード、ストアの考え方を保持するためメモリのロード、ストアを行う命令も存在しない。すべてのメモリアクセスは A レジスタにアドレスをセットすることで行われる。A1 から A5 レジスタにアドレスを格納すると対応する X レジスタにそのアドレスの1のメモリの内容がロードされる。一方、A6、A7 レジスタにアドレスをセットすると X6 と X7 レジスタの内容が指定されたアドレス1のメモリに書き込まれる。ロード、ストアを行う装置は独立しており、 命令列の実行とは切り離され、メモリアクセス中も他の命令を実行することができた。メモリアクセスには、最善の場合でも8サイクルを要した。最近の設計では、ロード、ストア命令があって、アドレスもその命令で指定される。不動小数点演算はこのコンピューターアーキテクチャでは、最も優先されていて、CDC6600 は60ビットの、 駆動小数点上算命令を分岐命令よりも高速に実行できたのである。6600CB は10個の並列動作可能な機能ユニットを持ち、同時に複数の命令を実行することができた。今日ではスーパースカラもしくはハイパースレッディングテクノロジーとして知られている一般的な手法であるが当時としては先進的な機能である。さらにスコーボーディングという手法により、 アウトオブ、オーダー実行を行った。これは、IBM システム360モデル91のトモスロのアルゴリズムによる、王を実行と並び、最初期のものである。もっとも今日のモダンな CPU 設計とは異なり、機能ユニットはパイプライン化されておらず、機能ユニットは一旦に命令が発行されると実行が完了するまで、ビジー状態を維持し次の命令は待たされた。 ユニットとしてはカール。命令は8ワードのスタックと呼ばれる CB 内部のレジスタの保持される。15ビット命令ならば1ワードに4命令が入るので最高32個の命令を保持し実行ユニットの空き状況に応じてその中の一つが蓄次実行に移された。このスタックは無条件分岐命令があると内容が消される。無条件分岐は 条件分岐よりは早い場合がある。システムのクロックは1 0ヘルツだが、4小クロックが使用されていたので、実質的には4 0ヘルツで動作していたと言える。不動小数点乗算は3サイクルかかり、除算は約10サイクルである。メモリによる遅延なども考慮した性能は約1マフラップスである。ずっと後に出てきた最も性能の良いコンパイラを使うと、 ポートランのプログラムで約0.5マフラップスの性能を平均的に達成できたというユーザープログラムはコアメモリの連続領域を一つだけ使うことができるそのプログラムがアクセスするメモリ領域は RA レジスタとフロリダレジスタで管理されプログラムがメモリにアクセスしようとしたときプロセッサはそのアドレスが0からフロリダ -1 の間にあるかどうかをチェックする これにパスすると実際にはそのアドレスに RA の値を加算したアドレスのメモリにアクセスを行う。この方式は論理アドレス変換と呼ばれる。各ユーザーアッププログラムからはメモリ空間が0番地からフロリダワードの範囲で存在しているように見えるが物理的にはユーザーアッププログラムの使用するメモリは適当なアドレスに割り当てられている。 この手法を使うことで、オペレーティングシステムは、RA レジスタを適切に設定することで、各ユーザープログラムを任意のアドレスに配置、移動することができる。許容された範囲外にアクセスしようとしたユーザープログラムはエラーを発生し、オペレーティングシステムがそれを停止させる。これが発生すると、コアダンプがファイルに書き出され、開発者はそれを調べて、原因を探ることができる。 仮想記憶システムと異なり、実行中のプロセスは必ず式憶上に全体が存在している。仮想記憶のサポートは後の CDC サイバー180で行われた。通常は CPU が実行する雑多なタスクを処理するために、クレイは以前に設計した古いコンピュータ CDC160A の一部を使って10個のプロセッサを搭載させた。これは、 周辺プロセッサ群と呼ばれ、入出力タスクとオペレーティングシステムの実行を担当した。一つの PP がメイン CPU 上で実行されるプログラムを含めたマシン全体を制御し、他の PP は入出力タスクを受け持った。プログラムが何らかの愛、O をする必要がある場合、いずれかの PP に小さなプログラムをロードして仕事を分担させる。 その PP はタスクが完了した時に CPU に割り込みをかけて通知する。個々の PP は自身のメモリを持ち、I、O のバッファリングやプログラムの格納に使用する。実行ユニットは10個の PP が共有している。10個分の資源をバレル、共有される1個の実行ユニットをスロットとし、この構成をバレルスロットと呼んだ。実行ユニットは ラウンドロビン方式でサイクルごとにバレルのうちの1台に接続され命令を実行する。あるサイクルである PP がメモリにアクセス要求を出したとするとその PP の次のサイクルにはアクセス処理は完了している。セントラルプロセッサのワード長は60ビットで周辺プロセッサのワード長は12ビットである。CDC は バイトという用語を周辺プロセッサの12ビット帳を意味する言葉として使っていた。文字は6ビットで表され、セントラルプロセッサの命令は15ビットか30ビットである。直接指定可能なアドレス空間は 128K ワードである。アドレスレジスタは符号を持っているため、個々のプログラムは 128K に制限される。実際の CPU は、 最大で 256K ワードのメモリを使用可能であった。分岐命令やサブルーチンからの戻りでアドレスを指定する際にはワード境界である必要があり、何もしない命令で隙間を埋める必要があった。文字が6ビットなので1ワードには最大10文字を格納できる。文字種はアルファベットの大文字と数字と記号で64種である。フォートランのプログラムや財務ポート、 科学リポートを書くには十分である。実際の文字セットは64文字と63文字の2種類があった。64文字セットの欠点としてが2個連続してワードの最後に書かれるとそれが行末として解釈されてしまうという問題があった。バイト単位のアドレス指定をする命令がないため文字をパックしたりシフトしてワードに変換する必要があった。ワード帳が大きく メモリが小さいため、プログラマはビットレベルでデータをワードに詰め込んで、メモリを節約することが多かったのである。マシンはプラス型の筐体で、4つの腕の災害塩部にポンプと熱交換器が配置されている。マシン内でフレオンを循環させ、外部の冷却された流水と熱交換することで冷却される。核腕部には、それぞれ八インチの厚さの四個のシャーシを内蔵でき、 中央部と蝶津外でつながっていて、本のように開くことができた。中央部は各シャーシをつなぐケーブルが通っている。シャーシには1番から16番まで番号が振られている。CPU の主記憶装置は各シャーシに分散して配置されている。論理回路は2.5インチ四方のモジュールにパッケージングされている。各モジュールは一旦にコネクタがあり、反対側に6個のテストポイントがある。 モジュールはアルミニウム板に挟まれるように配置され、それによって冷却していた。モジュール内にはプリント基板が2枚あり、部品はどちらか一方に実装されるか2枚をつなぐように実装されていた。これは非常に中密な実装であり、修理が困難とも言える。このパッケージをコードウッドパッケージと呼んだ。いずれも英文、ありがとうございます。